皆様おはようございます。本日はお忙しい中、新型マツダ CX5 発表会にご出席いただきまして誠にありがとうございます。2代目となる新型 CX5 の発表にあたり、私からマツダの経営におけるこの車の意義をお話しし、後ほど担当者から商品の特徴をご説明いたします。 初代 CX5 は新世代商品の一番バッターとして2012年2月にまさに社運をかけて発売をいたしました皆様にご支援いただいたおかげをもちまして日本カーブザイヤーを受賞するなど世界中で高い評価を獲得し通勤や買い物家族旅行などさまざまな ライフスタイルに対応できるオールラウンドな車として幅広いお客様にご好評いただいております当初はグローバルで年間16万台の販売計画でしたが年々台数を伸ばし続け昨年度は37万台を販売し今やマツダのグローバル販売の4分の1を占める しし CX5 の導入以降、マツダはこの4年間でスカイアクティブテクノロジーとデザインテーマ鼓動ソウル・オブ・モーションを反映した商品を次々と導入し、車種ラインナップを一新してまいりました。 一連の新世代商品群はグローバルに高く評価をいただきブランドイメージの向上とマツダビジネスの成長へとつながっていますそれぞれの商品が役割を果たしヒットをつないでいくことでグローバル販売台数は153万台まで成長しこの4年間で約30万台増加をいたしました その間、商品技術の変革と並行して、ものづくり革新によるコスト競争力の向上、海外生産体制強化の再構築によるビジネスの強化、生果販売による販売手法の革新といった構造改革を進めてまいりました。今後、これらの取り組みをさらにレベルアップした 構造改革ステージ2を進めてまいります。打順は再び一番に戻り、ステージ2に向けた本格スタートをこの CX5 で切りたいと思います。ちょうど本日から広島工場に加えまして、豊富工場でも CX3 の生産を開始します。この SUV 車の生産能力増強により、 新型 CX5 はさらに生産を拡大し、年間約40万台の販売を計画しております。世界中で伸びている SUV 市場に対応するため、新型 CX5 に加え、CX3 と CX9、そして中国専用の CX4 を加え、 グローバルでのクロスオーバー SUV のラインナップを拡充し、マツダブランドのプレゼンスの一層の拡大と、さらなるビジネス成長を進めてまいります。自動車メーカーにとりまして、商品や技術革新を通じて、持続可能な社会に貢献すること、特に環境面、安全面における取り組みは大変重要です。 マツダは2007年に発表したサステイナブルズームズーム宣言に基づき、走る喜びと優れた環境安全性能をすべてのお客様にお届けすることを目指しています。そのため、新興国を含めた多様なグローバル市場を念頭に、トップレベルの環境性能を持つ来年期間の実現により、 広く地球環境保全に貢献するという志を持ち、これまで取り組んでまいりました。その結果、例えば米国では、現在、マツダのラインナップはガソリンエンジン、スカイアクティブ G 搭載車のみですけれども、先月発表された米国環境保護庁の燃費トレンドレポートにおきまして、 米国におけるマツダの企業平均燃費値は4年連続総合1位を獲得いたしました爽快なパフォーマンスフィールを持ち優れた動力性能と燃費性能を両立するスカイアクティブ G はその獲得に大きく貢献しておりますまた先日のロサンゼルス省にて公表いたしましたとおり北米において来年後半より 新型 CX5 にクリーンディーゼルエンジン車を導入する予定です。我々松ダは北米でも日本と同様、クリーンディーゼルの普及に寄与したいと考えており、これは地球環境保全に積極的に貢献していくという意思表示でもあります。優れた環境性能と走り性能に加え、さらなる静粛性の向上、 レスポンスの改良を図ったスカイアクティブ D2.2 リッターを搭載した CX5 は、北米市場のお客様のご期待にも必ず応えられると確信をしております。新型 CX5 は、お客様の声をお聞きし、またお客様に喜んでいただけるための技術開発を愚直に行い、 初代 CX5 を大きく超える内外装のデザインを持ち、運転することの楽しさ、ドライバーだけでなく、同乗者を含めた快適性、静粛性、そして安全性のさらに一段高いレベルに引き上げています。この車をスタートにして、マツダは 構造改革ステージ2に向けた成長を確実なものにしてまいります。以上、私からのご挨拶とさせていただきます。ご清聴いただき、ありがとうございました。それでは、商品担当主査の児玉、チーフデザイナーの伊佐山より、商品特徴についてご説明をさせていただきます。ありがとうございました。 皆様、本日はお忙しい中、新型 CX5 の発表会にお越しいただき、誠にありがとうございます。新型 CX5 の開発を担当しました、小玉です。今日この日が来るのを私は心待ちにしておりましたこれまで CX5 を、またマツダを応援し続けてくださったお客様に、そしてこれから出会う新たなお客様に、自信を持ってお届けすることができる新型 CX5 を、 ついにご紹介することができます私たちマツダはお客様にとってかけがえのない存在となりそして特別な強い絆で結ばれたブランドになるという大きな夢を持っていますこの大きな夢に向かい徹底的に人の感性に寄り添う人間中心の車作りによりドライバーと車の一体感を高め走る喜びを提供することを追求してきました さらに今後は、ドライバーだけではなく、お乗りいただくすべてのお客様に走る喜びをお届けしたいと考えています。え私たちは、運転操作や車のある生活、こういうものを通じて、常に人々の心と体を元気にする存在でありたい、この思いこそ、私たち自身の夢につながると、実現につながると信じて、 歩みを進みようとしていますその第一歩として、今、我々、松田が持つデザインと技術のすべてを磨き上げた一台が、この新型 CX5 です。際立つデザイン、考え抜かれた機能、そして意のままの走り、すべてを一段高いレベルに引き上げることを目指しました。我々が新型 CX5 の開発に当てたキーワードは、 走る喜びの進化です一般的に走りに代表されるドライバーの喜び、そして快適性や静粛性に代表されるような同乗者の喜び、これらは違う次元にある、もしくはトレードオフの関係にあるというふうに思われがちです。しかし、車作りの本質を突き詰めることで、ドライバーと同乗者は同じ喜びを共有できるはずだと考えました。 CX5 と過ごす時間が深い愛着へとつながるように、すべてのお客様を笑顔にする SUV を作り、走る喜びをさらに進化させたいと考えたのです。新型 CX5 では、鼓動デザイン、スカイアクティブ技術、そしてプロアクティブセーフティーやヒューマンマーシンインターフェース、これまでの新世代商品群で、我々が織り込んできた思想や技術、 その全てを人間中心という一貫した思想のもと丁寧に丁寧に磨き上げてきました具体的には上質で静観のエクステリアそして全ての乗員が心地よさを感じられる質の高いインテリア乗る人全てと息が合いいつまでも楽しみたくなる気持ちの良い走りそして全ての乗員に安全安心をお届けする トラクティブセーフティとヒューマンマシンインターフェースですそれではここから少し具体的に新型 CX5 の魅力についてご紹介いたしますまずデザインについてチーフデザイナーの伊佐山から説明いたしますありがとうございますデザイン本部の伊佐山でございます 最初に少しだけ松田デザインが考えている古道という哲学について説明をさせてください我々は車が単なる鉄の箱ではなく命あるものだという思想と情熱を持ってデザインを行っていますぱっと見の目新しさやトレンドの表現ではなく人の手で吟味され生み出される 温かみのある形これを大事にしていますこれは日本人が古来から受け継いできたものづくりに通じる考え方ではないかと思っていますそして今日ご紹介するこの新型 CX5 でもその考えをさらに進化させ本当に美しいと思える形を磨き上げてきましたエクステリアでは このシンプルなオブジェが造形のヒントになりましたボディを貫く力強いスピード感と車としての佇まいの良さを磨き上げていますどこから見てもスタンスのいい堂々としたフォルムを作り上げましたフロントも彫りの深い精かな表情とすることで大人の雰囲気を感じていただけるようにデザインを行っています また、えー、ボディとキャビンのバランスを見直すことで車としての美しいフォルムに近づけています SUV でありながらエレガンスを感じていただけるような艶やかなボディを磨き上げました次にこのボディカラーをご覧ください色と造形は表裏一体であるという思想のもと造形の美しさを ひと際,際立たせる色としてソウルレッドクリスタルメタリックを開発しました今までのソウルレッドを進化させ色の鮮やかさを20%そして色の深みを50%増すことでみずみずしくつややかな透明感を実現していますインテリア空間そして質感の領域でも全てを見直しました 新型 CX-5 ではステアリングの高さに要素を集中させることでドライバーが運転に集中できる心地よい緊張感を感じられる空間を狙いましたこれに加えてワイドな広がりを感じる造形でパッセンジャーにも快適な空間としていますまた手の触れやすいエリアの素材と仕立てを見直しました ダッシュボードからフロントのドアトリムそしてリアのドアトリムに至るまでアッパーのエリアには質感の高いダブルステッチそしてソフトな素材を使用しておりますまたドライビングに最適な位置へとシフトレバーの位置を見直しセンターコンソールも大型化しています SUV 特有のコマンドポジションにおいて 松田の車が皆様の心をときめかせる存在でありたいそして人生の豊かさを感じていただけるデザインを生み出したい今回はそのために深い輝きと上質な空間を作り込みました。 変化を追い続けると深い熟成のステージに入ることはできません我々は深く深く進化熟成する道を選びました美しい光を生み出すために丁寧に丁寧にデザインを磨き上げました皆様に確実に一段上がった上質な世界を感じていただけると信じております本日はありがとうございました 山さんありがとうございましたでは続きましてダイナミックス性能について説明いたします目指したのは乗る人すべてが気持ちよい走りを感じられることそのために静粛性操縦安定性乗り心地走行性能などすべての領域をより人の感性感覚に合うように綿密に磨き上げましたはじめに静粛性について説明いたします 新型 CX5 では全席後席含めすべての乗員がストレスなく会話を楽しみそしてドライブを楽しめる空間を目指しご覧のようにあらゆるところに見直しをかけています音の発生源そのものを抑制することそして車室内へ音を侵入することを遮断することそして車室内に入った音を適切に吸音することすなわち 音源から乗員の耳に届くまでの全ての領域において徹底的に分析し乗員が不快だという感じないレベルにまで静粛性を高めました例えばワイパーの位置をボンネットラインよりも低い位置に設定するピラーの曲率そして部品の形状を最適化するまた部品と部品の隙や段差を低減する まあこうすることで空気の流れが乱されないようにして風騒音の発生を抑制しています。またもう一つ、新型 CX5 では音の時間変化というものについても着目しました。車室内に入ってきたことは直接耳に届くだけではなく内装材に反射されます。反射音は時差を持った 耳に届く残響音となり質感を損ねますそこで内装材の吸音特性を向上し速やかな音の減衰を図りました例えば車に乗り込んでいただくときにドアを閉めた瞬間にも質感の高さを感じていただけると思いますこれらはほんの一例ですけども これ以外にも、今申し上げたような視点でもって、細かい部品一つ一つまで見直し、高い静粛性を実現し、乗員すべてが快適に過ごせる、そういう空間を実現しました。続きまして、車両運動性能です。ここでも乗員すべてが楽しめる空間を提供することを目指しました。そのためには、運転中、また乗車中の人の特性、 これを理解することが重要です。例えば、人間は歩行しているとき、実は上下に5センチ、そして左右に2センチ体が動いています。しかし、皆さんが歩いておられるときに、目に入ってくる景色が上下、左右に動かないように意識して歩かれているでしょうか。そんなことはありません。人間は常に無意識にバランスをとり、 平行状態を維持ししようとします。これは車に乗っている時でもそしてドライバー同乗者においても同じですこのような人間の自然な動き無意識の動きこれを阻害しないような車の動き言い換えれば歩行状態と同じように自然にバランスが取れるそういった車の動きこれを作り込んできていますその一つが G ベクタリングコントロールです ハンドル操作に応じてエンジンの駆動力を綿密に変化させることで横方向、前後方向の加速度を統合的にコントロールタイヤの設置荷重を最適化して人間の体の感覚に合った自然で滑らかな動きを実現していますパワートレインに関しましては3つをラインナップしました自然吸気エンジンの特徴を生かし 軽快かつ伸びやかに回るガソリンエンジン、スカイアクティブ g 2 5リッターと2リッター。そして約2倍のサイズのガソリンエンジンと同等の圧倒的なトルクで力強い走り、そして優れた燃費を両立したスカイアクティブ d 2 2リッター。ガソリン、ディーゼルともにリニアリティ、コントロール性、応答性を高めました。例えば、雨の日に、 歩いいい。てる人に水ししぶきをかけたくくくないゆっっりり踏めばじっくり加速します。高速道路の本線に合流するときに素早く踏めば力強い加速が得られるより一層人間の感覚に合う作り込みをやってきましたこのほかにも振動を抑え騒音を抑え実用燃費を改善しそして心地よいエンジンサウンドなど 実際にお客さんに使用いただくあらゆるシーンにおいて、マツダらしい走る喜びと優れた環境性能を堪能いただけます。最後に、安全安心をお届けする技術の進化です。新型 CX5 においても、我々マツダが考えている理想的なドライビングポジション、すなわち体がねじれることなく、車とドライバーが整体し、自然にスト,レス,なストレスのない体勢で運転ができる。 これを実現しているのは当然ですけれども、その他にも、ドライバーが安全、安心に運転できるようにサポートして、事故に至るリスクを最小限に抑制する、こういったことを目指した事故被害を軽減、防止する技術を採用しています。例えば、新型 CX5 では、フロントガラスに情報を投影するタイプのアクティブドライビングディスプレイを新たに採用しました。ドライバーが 道路情報から表示情報に目を移すときの視線移動量そして焦点調節時間をさらに低減させてドライバーディストラクションいわゆる走行中の不安全リスクを低減していますまたマツダレーダークルーズコントロールにおいては時速0キロメートルから追従する機能を追加しました先行車に追従し自動で減速停止再発進を行います これに加えまして、歩行者に対応した自動ブレーキや、道路標識をカメラが読み取って、ドライバーにお写しする、そういったシステムなど、今、松田が持つ最新の安全技術をすべて織り込んで、乗る人すべての走る喜びを支えています。えー、私たちは、車作りの本質を極めること、これと真正面から向き合い、愚直に挑戦し続ける姿勢、 これこそが松田らしい個性であり、そこに自らの道があると信じています。お乗りいただくすべてのお客様に走る喜びを提供し、車との関係を一層深めたい。この挑戦から生まれた新型 CX5 が、カーライフを通じてお客様に笑顔をお届けし、そして人生をより豊かにする一台になると私は確信しています。そしてこの車を通じて、 常に挑戦し、進化し続けるマツダを感じていただければ、これに勝る喜びはありません。ごご聴ありがとうございました